お疲れ様です吉田さんドラえもんの主人公ってのび太なんですかねドラえもんっていうタイトルの漫画ですからドラえもんが主人公じゃないですかね。ドラえもんのポケットから出す道具でのび太を助けたりいろんなエピソードが起きたりそしてドラえもんが自分のね時代に帰るとそのストーリーは終わる。ドラえもんが主人公というね。 そういうことなんじゃないかなと思いますまあでもね捉え方って本当いろいろあって大抵は勘違いを自分が信じてしまってうまくいかないってことがあるんですよねまあ例えばこういう言葉があります夢は逃げない逃げるのはいつも自分だとまさにそうですよねなんか目標を立てて なんでそれを取り逃がしたのか自分が目標の前から去っていったんですよね。うん。目標や夢がどっかに逃げてしまったってことはないんですよ。うん。まあ、ね吉谷さん R34 買いましたけども、中古屋さんにボーンと置いてあるんですよね。うん、で、欲しいなーって見に行った人がどんどん去っていったんですよ。吉谷さんは 欲しいなぁと思ってそのまんま持って帰ったんですよ。で、オーナーになったんですよね。うん。まあ、そういったエピソードを見てもね、まあ、私もそうですけども、トランズもナイト2000。大抵見た人はい,いつか乗りたいと思ってんだよねって言うんですよ。私も思っていたんですよ。そのいつかっていうのをいつにするのかってことを自分が決めるんですよね。うん やっぱね特別な車買うの結構怖いですよそれこそ量産型の中古車50万100万のものを買う時も結構勇気いりますけどもね、うん、まあだけど実際自分が選んでそうなったっていうこと全ての結果はほとんどの場合が仕方なくそうなったんじゃなくて 自分でで選択できる範囲だったったてことはね、うん、やっぱり忘れちゃいけないかなっていうのとやっぱ勘違いが多いんですよね勘違いが本当だったら主人公はドラえもんなのになんか伸びたみたいになっちゃうんですよねでも視聴者さんも感情移入は多分伸びたにしてるんですよドラえもんにはあんまりしてないんですよねドラえもんはまあポケットがあるおかげで万能な存在で のび太が困った時にいつもああ今日はドラえもんどんな道具出てくるのかなとかねどんなおうちになるのかなみたいなねそんな感じじゃないですかでも実際むちゃくちゃいい味出してるのはいつもドラえもんのような気がするんですよあんまりね気づかれないですけどね、うん、まあ主人公はドラえもんそうじゃないかなと思いますね、うん 自分の人生の主人公は誰ですかと。自分じゃないですかね。じゃあ、自分がもっともっとワクワクするようなストーリーを作っていかないとね。うん、そしてピンチに陥った時には、この主人公どうやってこのピンチ切り抜けるのかなと思ってますますワクワクするみたいなね。うわ 大事な100万円を信じた人に貸したら、なんか音信不通になった。あれほど頼みますよって三3時間も話し込んで100万貸したのに戻ってこなくなった。やべえ俺の支払いがこぎつくじゃないかああ、どうしようそのピンチをどう切り抜けるのか。ね。切り抜けた人はこう言います。逆に良かったよと。あそこで追い込まれたから、未知の力が出た。ね。 その100万円焦げついたまま、取り逃がした人はどう思うか。あいつのせいだ。あいつに騙された。だから俺は払えなくなったんだ。ね。いってらっしゃい。